年1月番組でお伝えしたベルリンオープンチャンネル、2008年はヨーロッパ異文化対話の年ということもあり、先月ヨーロッパ各国からさまざまなメディアが集まり国際会議が開催されました。今回のコンタクトはドイツからのリポートです。皆さんこんにちは。今私が立っているのがベルリンの中心にありますブランデンブルク門の前です。ちょうどベルリンの象徴と言われているブランデンブルク門ですが、で今回オープンチャンネル会議の会場になっているヨーロッパハウスは実はこのすぐ近くにあります。こちらです。まあ、これがヨーロッパ議会の建物です。まあ、この中 の2階がちょうど会場になっています。今年15周年を迎えるオープンチャンネル会議、ヨーロッパ内外から100人近くが参加しました。会議のメインテーマは非営利メディアと異文化対話。 EU の統合が進む中でコミュニティメディアやオルタナティブメディアがどのような役割を果たせるかについて活発な議論が行われました。オーストリア出身のジャーナリストで欧州議会議員のカリン・デゼタリスさん、トルコなどこれから EU に加盟する国がより民主的な国として発展していくためにもコミュニティメディアは大きな役割を担っているとして、欧州議会の文化教育委員会でコミュニティメディアに関する決議が間もなく採択される見通しであることを話しました。Finde ich sehr interessant, sehr informativ. Oh, I find the conference very interesting. Actually, the idea of open channels is not very well developed in Poland. Ich finde das höchst spannend. Europa ist ein Thema, was uns normalerweise nicht betrifft. Wir sind mitten in Deutschland, wir sind ein kleiner Ort. Und Europa ist da erstmal nicht ein Thema. Aber wenn ich dann höre, es geht um interkulturellen Dialog, dann ist es plötzlich wieder ein Thema, weil natürlich auch in Fulda viele Ausländer leben, weil natürlich auch da die Leute versuchen müssen, miteinander ins Gespräch zu kommen, und dann sind wir auch wieder dabei. Spannende Sachen dabei, finde ich sehr gut, vor allen Dingen, was sich eben halt auch in Osteuropa tut. Ja, das ist so ein bisschen eben halt das, was sich in Deutschland eben halt vor 10, 15 Jahren getan hat. Sehr spannend. 今回の会議で目立ったのはスロバキア、セルビア、ポーランドなど東欧諸国からの参加者です。新たに EU に加盟した旧共産圏の国々にとって市民がメディアに参加できるオープンチャンネルは民主的な社会を築く上で大きな役割を担っているのです。会議では子どもラジオのグループによる発表やインターネットで日本とつなぐ場面もありました。Community ラジオをノープロフィットで諸行でやってらっしゃる方が中心に集まっていらっしゃいます。またベルリンオープンチャンネルに会場を移し、実際にテレビやラジオ作りを行うワークショップも実施。会議のテーマでもある異文化対話をテーマにした番組作りが行われました。ここ数年、インターネットの普及や YouTube など動画サイトの登場によってドイツのオープンチャンネルも州によっては制度が廃止されるなど存続の危機を迎えています。しかし EU の統合が進む中、地域を超えた連携を強めることで新たな役割が担えるのではないか。2日間の日程を通してそんな期待の声が数多く上がりました。会議では最後に行き過ぎた商業主義に反対し異文化間の対話を一層進めていく必要性を確認するベルリン宣言2008を採択し閉会しました。Wer schreibt, der bleibt.今遊覧船の甲板に出てきました。今回の会議を傍聴して非常に印象的だったのが、この会議がドイツという国で行われたということ自体もとても私にとっては印象的でした。
ドイツと日本というのはある意味似たような過去を背負っている国です。しかしその状況が随分変わってしまっているという感じがするんですね。ここ本当にいろんなヨーロッパのいろんな国からいろんな人たちが集まってきていて、それぞれ異なるバックグラウンドを持っている人たちが集まってきて、一つのヨーロッパ、民主主義的なヨーロッパというものを作ろうという同じ一つの理念のもとに集まることができる、それ自体が非常に素晴らしいことだと思いますし、我々日本人にとってとても羨ましいことであるという気がします。日本でも周りのアジアの、かつて戦争したアジアの国々の人たちとこのような集まりというものを持つことができたら本当に素晴らしいなというふうに思っています。欧州議会の文化教育委員会において9月25日、文化的な多様性を促進するためにコミュニティメディアやオルタナティブメディアを法的に位置づけ、積極的な支援策を講じるよう求める決議を採択しました。一方、日本では現在、放送と通信をまたぐ通称情報通信法の制定に向けて総務省の審議会で議論されています。これについて市民の立場から日本のメディア政策について検討しているグループコムライツが昨日各政党を訪問し、インターネット規制や放送への市民参加などについての見解を求めました。締め切りは来月11日。どんな回答が出てくるのか注目していきたいと思います。